どうも、キックのシュルシュルラジオです。いつも聞いてくださる皆様ありがとうございます。番組クリップの方よろしくお願いいたします。差し入れの方もお待ちしております。ということでね、サイキック芸人キックが不思議世界の話、サイキックスピリチュアル、精神世界をお話ししていくというラジオなんですけれどもね、今年やっぱりね、忘れられないというかね、記憶の中で非常にね、こう、まあ、衝撃だったのはね、東京五輪の中止ですよね。新型コロナの影響で五輪が中止になっていると。まあ、甲子園なんかもね、中止になってしまったというのはあるんですけれどもね、やはりこの4年に一度の祭典ね、オリンピック準備してきたね、選手もいるんでしょうけれどもね、中止になってしまったと。以前ですね、このラジオでもお名前出させていただいて、で、新型コロナウイルスのことをね、もう、完璧に予知していたのではないかというね、それがね、2020年の前ですよね、2019年の1月号の月刊ムーでね、の記事の中で松原照子さんというね、予言者がそのことを書いている。2019年の1月号ということはもう取材したのは2018年ですからね、その段階でどうやら新型のね、まあ、インフルエンザみたいな書き方してるんですけれどもね、まあ、このラジオ遡っていただければね、聞けると思うんでね、ぜひ聞いてほしいんですけれど も驚愕のね、内容をね、まあ、こう予見していたね、松原照子さんという能力者の方はね、この東京五輪に関してもね、聞かれた段階で即答でないと。要するに東京五輪でみんながこうね、2020年に盛り上がっているようなビジョンが全く出てこないということね、かなり早い段階で、言っていたと。でね、まあ、松原照子さん、まあ、予見者としてね、まあ、3.11 のこともね、事前にブログでね、まあ、予見してそれを書いていた。陸前高田というね、地名まで、ピンポイントで出していたというね、能力者の方なんですけれどもね。まあ、そのね、松原照子さんだけでなくて、今回、まあ、東京五輪がこのような形になるね、まあ、ちょっと不吉な暗示みたいなものをね、事前に、もうかなり早い段階で、まあね、その異変に気づくというかな、ちょっとこう不吉な暗示をしていた方がいるというお話を今日させていただきたいんですけれどもね。まあちょっとお名前の方は出さないんですけれども、まあこの世界でちょっとこう、まあ有名なね、いわゆるそのデスブログでね、まあ有名な方のブログなんですよね。まあね、様々なちょっとこう伝説を持っていてね、まあ全てを結びつけるのはちょっとあれなんですけれども、まあ例えば一例としてね、世の中に出ている例としてはね、まあ、競馬で本命にね、あげた馬がね、その後にちょっと骨折してしまうとかですね、それからまあお子様がね、ボーイング787のね、飛行機の模型で遊んでいるみたいなことをね、まあ写真で出したらですね、その後にボーイングの機体にね、異常が出てコックピットから煙が出るみたいなね、ことが起きたりとかですね、まああと全然関係ないんですけど、夜中にブランコとか超怖いんですけどって書いたら、その後中日ドラゴンズのブランコが怪我をして故障してしまうとかね、もう本当にね、数限りなくあるんですよ。で、まあその中でね、ちょっとこう、まあ衝撃的な、これ、まあ、やっぱり何かこうね、そういうものをちょっとこう、事前に暗示してっていうかな、で、ブログで書いているんじゃないかという、まあ題名でね、眠って、まあこれ眠いっていう意味合いのね、意味でね、題名にされたんですけれどもね、千円札、夏目漱石がね、顔になってる千円札、おもちゃのね、千円札みたいなものでね。で、まあ、その、おもちゃの千円札の写真をブログに添付して載っけてるんですけれども、夏目漱石のね、髪の毛からなんかこう、見ようによったらそれがもくもくもくっと燃えてね、煙が出ているような、写真をね、ブログに載せているんですけれどもね、っていうか載せていた回があったんですけどもね、そこからね、まあ、時間が経った後なんですけれども、仮想通貨のね、コインチェック、大手の取引所のコインチェックがね、580億円分のネムが流出するというね、ことがありました。事件みたいなものをありましたね。すごく話題になったんですけれども、これもね、まあ、ネムって書いてるということと、まあ、お金を象徴するね、夏目漱石の写真のね、まあ、おもちゃの千円札とはいえ、その、頭から火がついているようなね、写真をブログに載せているというね。で、まあ、こういう話をね、よくするんですけれどもね、ちょっと周りの、こう、霊能者の方はね、あの方はすごく霊能を持っているんだと。やっぱりそれが偶然っていうかね、なんかこう、呪いみたいな意味合いではなくて、潜在意識とか ESP っていうものはね、なんていうんですかね、幸せなものよりもやっぱ人間、自分の体を守るとか危機管理の意識がある。で、特に女性というものはね、まあ変な話、
ね、男性をどういう男性か見分けるということ自体もね、そこにこう安心か危険かみたいなものが関わるわけですからね。相当直感力というものはやっぱ男性よりも強い部分がある。うん。もちろん子供を育てていくとかね、命をね、こう、男性って腹の中にね、命をこう入れることできませんからね、女性がそれできるという意味合いでもね、かなりその直感というものを冴えている。それで、まあ、不吉なものとかね、何か問題が起こりそうなものに対してこそ、潜在意識とか第六感、先読みというものはね、強く働くんだという話があるんですかね。この方もまさしくそういうタイプなのではないかなんていうね、お話ししたことあるんですけれどもね。実はですね、まあ話戻りますけれども、今回2020年の東京五輪ね、まあ松原さんも予見していた通り中止になったんですがね、2013年、この方がブログで実はね、東京五輪が開催されますよというのがね、決定になった時にブログの文章を書いてるんですけれどもね、決まったね決まったね、すごい2020年楽しみなんて簡単には言えない、いろんな意味ですごいことだね本当に、こういうね意味深な文章を書いてるんですよ。でまあその後ね、今小学生くらいのね、子供たちは頑張ればね、出場できるのかなみたいなね、まあ夢が広がるねみたいなこと書いてあって、で結局それに対して興奮してね、すごくその日はテレビをずっと見ちゃいました、寝つけなかったですみたいな文章があるんですけどもね、その後にね、まあ2013年のブログですから、まあ開催されるのが2020年ということでね、7年後無事に生きてれば38歳か、それもある意味ドキドキっていうね、文章を書いてるんですよね。まあ、これを無理やり結びつけているというふうにね、捉えれば、まあ、それはね、そうなんですけれども。それにしてもね、ただ決まっただけではなくてね、2020年楽しみなんて簡単には言えない。いろんな意味ですごいことだね、とかね、7年後無事に生きてれば38歳か、それもある意味ドキドキみたいなね。こういうことを書いているというね、まあ、やっぱり何かこう感じるものがあったんじゃないかな、なんていうふうにね、今思うんですよね。まあ、この方のデスブログね、先ほどのボーイングのね、件なんかでは、海外でもね、それがちょっと取り上げられてね、まあ、軽いニュースというか雑誌にね、書かれたこともあるということでね、やっぱりその何かね、関わると何かこう、ね、悪いことが起きるというような意味合いではなくて、今後何かがちょっと問題が起きてしまいそうな人に対してね、すごく霊能が働いているのではないかというね、感じがあるんですね。まあ、各言う私もなんですけれどもですね、エンタの神様という番組で、もうわずかね、芸歴3年目にしてね、まあ、10年経ってもテレビ出れないような方もね、いたりする中でね、これは自分がすごいという意味でなくて、たまたま運があったという意味合いでね、ピン芸人ブームというのはあったんですけれども、3年目でエンタの神様という番組にね、ムエタイ漫談という形で出させていただいて、結構ね、その、まあ、週に1回はね、テレビ局に行くような、その時ね、情報番組のレギュラーなんかもやらさせていただいていたんでね、ちょこ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 、テレビ局出入りしていたんですけれどもね、そんな中で、この方にね、ちょっとこう声をかけていただいてね、ブログに載せていただいたことがね、あったんですけれどもね、まあね、その後ですね、これは自分のね、実力の問題ですよ。あくまで自分の実力の問題なんだけれどもね、まあそのキャラクターだけではね、こう推し進めていけないというかね、そこでこう、ヒットをね、継続することができなかったという意味合いでね、またこう、いろいろなね、新しいネタをやったりとかね、そんな中でこう運命的なね、出会いというか、つながり流れというものがあってね、今こうサイキック芸人みたいな形でね、活動したりしているんですけれどもね、各有私も一度ブログに載せさせていただいたことがあるというようなね、まあ、そんな思いでもございます。というわけでね、まあこう世の中ね、すごく霊能を持っている方がね、いてね、それがね、まあはっきりとした予見、予言という形で示される時もあるんですけれどもね、こういうたまたま書いたものというかな、より無意識的な状態で書いているようなものの中にそれが出てきてしまう人もいるというような、お話でね、まあいわゆるデスブログで知られる方のね、ブログの中に2020年東京五輪がね、ちょっとこう、無事に開催されるというトーンではなくね、微妙に不吉な書かれ方をしていたというね、お話、今回はさせていただきました。